アンチトロンビンは血液凝固系のいくつかの酵素を不活性化するタンパク質であり、人ではサーペンク1遺伝子に行動される。アンチトロンビンは肝臓で酸性される糖タンパク質で432アミノ酸からなる。3つのジスルフィド結合を含み4カ所のグリコシルカブイが存在する。アルファ・アンチトロンビンは結晶中で優勢な形態のアンチトロンビンで、 4つのグリコシルカ部位のそれぞれにオリゴ糖が付加されている。より少ない形態であるベータ、アンチトロンビンでは1箇所のグリコシルカ部位が常に収縮されていない状態である。アンチトロンビンの活性は工業小薬であるヘパリンによって何倍にも増大する。ヘパリンはアンチトロンビンの第陰や陰脂や第三子への結合を強化する。アンチトロンビンは アンチトロンビン3とも呼ばれる。アンチトロンビン I から、方の名称は1950年代に行われた、シーガーズ、ジョンソンとフェルによる初期の研究に由来するものである。アンチトロンビン I は、トロンビンがフィブリノゲンを活性化した後のフィブリンへの吸着を指す。アンチトロンビン2は、結晶中のコファクターを指し、ヘパリンと共に、 トロンビンとフィブリノゲンの相互作用に干渉する。アンチトロンビン3は結晶中でトロンビンを不活性化する物質を指す。アンチトロンビン4は血液凝固の直後に活性化されたアンチトロンビンを指す。アンチトロンビン3のみが医学的に重要である。一般的にはアンチトロンビン3がアンチトロンビンと呼ばれ、そのためこの記事で議論されているのはアンチトロンビン3である。 アンチトロンビン単量体の立体構造中の4つのグリコシルカ部位の位置にアント。この構造では A 図に155のみがグリコシル化されており N アセチルグルコサミン残機が付加されている。アンチトロンビンの結晶中での半減期は約3日である。一結晶中の正常なアンチトロンビン濃度は約0 1 2 m g トル,トルであり。 モル濃度では 2.3μm に相当する。アンチトロンビンは、人以外でも多数の生物種の結晶から、単理されている。タンパク質と CDNA の配列から推測すると、牛、羊、ウサギ、マウスのアンチトロンビンは、すべて433アミノ酸からなり、人のアンチトロンビンよりも1アミノ酸分だけ長い。この余剰なアミノ酸は6番のアミノ酸であると、考えられている。 牛、羊、ウサギ、マウス、そして人のアンチトロンビンのアミノ酸配列の同一性は84%から89%の間である。6つのアミノ酸が3つのジスルフィード結合を形成している。4つの N グリコシルカ部位が存在する。人のアンチトロンビンでは96番、135番、155番、192番のアスパラギンであり、他の種にも 同様の部位が存在する。人のアンチトロンビンの優勢な形態であるアルファ、アンチトロンビンでは、すべてのグリコシルカ部位が、共有結合的に結合したオリゴとウさによって、占められており、その結果この形態のアンチトロンビンの分子量は58,200となる。より少ない形態であるベータ、アンチトロンビンでは、エーズン135のグリコシルカは行われていない。 正常な人アンチトロンビンと同様の性質を有する、組み換え型アンチトロンビンも、バキュロウイルス感染昆虫細胞や哺乳類、培養細胞株を用いて生産されている。一般的にこうした組み換え、アンチトロンビンは、正常なアンチトロンビンとは異なるグリコシル化パターンを有しており、典型的にはアンチトロンビンの構造研究に利用される。タンパク質構造データバンクには、 アンチトロンビンの構造が多数登録されており、この記事でも様々なグリコシルカパターンの構造が示されている。反応性のアーグ393セール394結合は分子表面に露出したループに位置している。このループは反応 V ループ、または反応中心ループと呼ばれている。人の RSL のアミノ酸配列、 RSL は377番から400番までのアミノ酸からなり、各アミノ酸には、シェクターとベルガーの命名法を用いて、P1 から P17、P1 から P7 のナンバリングが割り当てられている。反応性結合の位置は矢印で示されている。アンチトロンビンはセルピンであり、α1 ア,アンチキモトリプシン、α2 ア,アンチプラスミン。 ヘパリンコファクター2など他の結晶プロテアーゼインヒビターと構造的に類似している。アンチトロンビンの生理的標的となるプロテアーゼは、主に活性化された第2因子、そして血液凝固の内因性経路の因子、すなわち第 X 因子、第9因子、第シー因,因子、第12因子であり、外因性経路の第7因子も標的となる。また、トリプシンや、 補体系の古典的経路に関与する C1 複合体の C1S サブユニットなど血液凝固に関与していない他のセディンプロテアーゼも不活性化する。プロテアーゼの不活性化はアンチトロンビンがプロテアーゼと1、1の複合体を形成し通常の基質がプロテアーゼの活性部位にアクセスできなくなることによって引き起こされる。アンチトロンビンマイナスプロテアーゼ複合体の 形成には、プロテアーゼとアンチトロンビン内の特定の反応性、ペプチド結合との相互作用が関与している。人のアンチトロンビンでは、この結合は、アルギニン393番とセリン394番の間の結合である。このアンチトロンビンの反応性結合へ攻撃した結果、プロテアーゼは、不活性なアンチトロンビンマイナスプロテアーゼ複合体にトラップ。 された状態となると考えられている。プロテアーゼが通常の基質内の同様の結合を攻撃した際には基質タンパク質は迅速に切断されるがアンチトロンビンの反応性結合への攻撃の開始によってアンチトロンビンは活性化されプロテアーゼはタンパク質切断の中間段階にトラップされる。トロンビンがアンチトロンビン内の反応性結合の切断を 完了することは可能であり、それによって、不活性なアンチトロンビンマイナストロンビン複合体は、乖離するが、この反応が起こるためには3日以上の時間が必要となる。しかしながら、P3P4 と P1P2 間の結合はそれぞれ、高中級エラスターゼと、細菌酵素、サーモリシンによって、迅速に切断され、 その結果アンチトロンビンはトロンビンの活性を阻害することができなくなる。アンチトロンビンによるプロテアーゼ阻害活性はヘパリンの結合によって大幅に強化され、高中級エラスターゼによる不活性化も同様に強化される。アンチトロンビンは生理的な標的酵素であるトロンビン、大サイン子、大イクサイン子をそれぞれ速度定数7 1 x103m-1s-1 2.5x103m-1s-1 1x10m-1s-1 で不活性化する。アンチトロンビンによるトロンビン不活性化の速度はヘパリンの存在下で 1.54x107m-1s-1 まで加速され反応は2000倍から4000倍加速される。 ヘパリン存在下での大鎖因子の阻害の加速は500倍から1000倍であり、速度定数の最大値はトロンビン阻害の1、10である。アンチトロンビンによる大育因子の阻害の速度はヘパリンと生理的レベルのカルシウムの存在下で約100万倍加速される。アンチトロンビンはヘパリンポリマーに含まれる特定の五等配列に結合する。この配列への結合に伴い、 プロテアーゼ活性の阻害は二つの異なる機構によって増大する。一つの機構では、ヘパリンは、アンチトロンビンの反応 V ループのコンフォメーション変化に依存して、第一イ,イン子と第三因子の阻害を促進し、そのためアロステリックな気候である。もう一つの機構では、アンチトロンビン、トロンビン、ヘパリンの三者複合体の形成に依存して、トロンビンの阻害が促進される。 アンチトロンビンの二つの結晶構造。モデル B は五島と複合体を形成した構造。モデル A は形成していない構造である。第一鎖因子と第三因子に対する阻害の増強にはヘパリンの五島配列が必要となる。五島の結合に応答してアンチトロンビンに生じるコンフォメーション変化については詳細な記載がなされている。ヘパリンが結合していない場合、 反応 V ループの N 末端領域に位置する P14 位と P15 位のアミノ酸は、タンパク質の本体に埋め込まれている。この特徴は、ヘパリンコファクター2、α1、アンチキモトリプシン、モンなど、他のセルピンと共通している。第1鎖因子と第3因子の阻害と最も関係の深いコンフォメーション変化は、この P14 位と P15 位のアミノ酸が関与するものである。 これらのアミノ酸が位置する反応 V ループの N 末端領域はヒンジ領域と呼ばれている。ヘパリンの結合に応答したヒンジ領域内のコンフォメーション変化によって P14 と P15 はタンパク質の本体から排除されること、またこのコンフォメーション変化を防ぐことで大育作因子と大作因子の阻害の増強が起こらなくなることが示されている。 ンジ領域のコンフォメーション変化による反応 V ループの柔軟性の増加は、第一鎖因子と第鎖因子の阻害の増強に影響を与える重要な因子であると考えられている。5等が存在しない場合、P14 位と P15 位のアミノ酸が排除された活性型コンフォメーションを取るアンチトロンビンの割合は0.25%と計算されている。 アンチトロンビンマイナストロンビンマイナスヘパリン三者複合体の構造 PDB1 テラバイト6トロンビンの阻害の増強にはヘパリンの5等に加えてさらに13単位の等が必要であるこれはアンチトロンビンとトロンビンに同一のヘパリン差が結合する必要があるためであると考えられているアンチトロンビンマイナストロンビンマイナスヘパリン三者 複合体構造中では、他の非活性化型構造やヘパリン、活性化型構造と比較して、反応 V ループの C 末端部分が伸長した、コンフォーメーションとなっている。アンチトロンビンの P 領域は、他のセルピンの P 領域と比較して、例外的に長く、非活性化型構造やヘパリン活性化型構造では、強固な水素結合によるベータターンを形成している。 P 領域の伸長は、β ータ,ターンの形成に関与しているすべての水素結合が破壊されることで生じる。アンチトロンビンマイナストロンビンマイナスヘパリン3社複合体構造中では、ヒンジ領域の P9 位から P14 位のアミノ酸の電子密度は観察されておらず、モデルを置くことができていない。コンフォメーションの柔軟性のためであると考えられている。 このコンフォーメーションの柔軟性は P14 位と P15 位が埋め込まれたコンフォーメーションと排除されたコンフォーメーションとの間の平行が複合体中に存在する可能性を示唆している。P15 のグリシンはベータシート A に埋め込まれている。α ア,アンチトロンビンと β アンチトロンビンはヘパリンに対する親和性が異なる。両者の帰り定数は5等に対しては3倍。 ヘパリン全長に対しては10倍以上ベータ、アンチトロンビンの方が高い親和性を持つ。ベータ、アンチトロンビンの高い親和性は、ヘパリンの初期の結合に伴って生じる、タンパク質内のコンフォメーション変化が早いためであると考えられている。アルファ、アンチトロンビンに存在するエーズン135のグリコシル化は、ヘパリンの結合を妨げることはないが、 その結果生じるコンフォーメーション変化を阻害すると考えられている。ベータ、アンチトロンビンは、アルファ、アンチトロンビンの50%のレベルでしか存在しないが、そのヘパリンに対する高い神話性のため、組織の損傷後の血栓形成の制御には、アルファ、アンチトロンビンよりも重要であると考えられている。事実、大動脈損傷後のトロンビンの阻害は、ベータ、 アンチトロンビンのみに起因している。アンチトロンビンが正常な血液凝固の調節に重要な役割を果たしていることは、先天性や後天性のアンチトロンビン欠乏症との相関によって明らかにされており、欠乏症の患者は、血栓性疾患を発症するリスクが高くなる。一般的に、アンチトロンビン欠乏症は患者が再発性静脈血栓症と、 肺速変症を発症した際に明らかとなる。後天性アンチトロン貧血ン乏症は3つの異なる気候によって生じる。1つ目の気候は、タンパク尿性のネフローゼ症候群と関係した腎不全と共に生じる排泄の増加である。2つ目の気候は、肝不全や肝硬変、または早残による未成熟な肝臓で見られる酸性の減少である。 三つ目の気候は消費の加速によるものであり、重大な外傷性損傷の結果であることが最も多いが、大手術や人工心肺装置などの介入の結果、生じる可能性もある。先天性アンチトロン貧血防症の発生率は、通常の集団では2000人から5000人に1人と推計されており、先天性アンチトロン貧血防症の過程は1965年に、 最初に記載されている。その後、機能的、免疫科学的な解析によって、先天性アンチトロンビン欠乏症は、タイプ I とタイプ2に分類された。血液尿コプロテアーゼを効果的に阻害するためには、アンチトロンビンの活性を適切なレベルに維持することが、必要不可欠である。一般的には、タイプ I、またはタイプ2のアンチトロンビン欠乏症の結果、 アンチトロンビンの機能レベルは正常値の50%未満に低下している。タイプ I ア,アンチトロンビン、欠乏症タイプ I ア,アンチトロンビン欠乏症は、血中のアンチトロンビン活性とアンチトロンビン濃度の双方の低下によって特徴づけられる。ヘパリンに対する神話性に基づいて、タイプ I 欠乏症はさらに、や、IB の2つのサブグループに分類される。 サブグループ A の患者のアンチトロンビンはヘパリンに対する親和性は正常であるが、サブグループ IB では親和性が低下している。その後の機能的解析により、サブグループ IB の症例ではヘパリンに対する親和性の低下だけでなく、反応部位、ヘパリン結合部位やアンチトロンビンの血中濃度に影響を与える複数の多面的内情が存在することが発見された。 国際血栓止血学会の学術、標準会委員会による改定分類システムでは、サブグループ IB の症例は、タイプ2ポリエチレンに分類されている。タイプ I 血棒症の大部分の症例は、アンチトロンビン遺伝子内の点変異、血質、または小さな挿入によるものである。こうした遺伝的変異は、様々な機構でタイプ I 血棒症を引き起こす。 タイプ2アンチトロンビン欠乏症タイプ2アンチトロンビン欠乏症は血中のアンチトロンビンのレベルは正常であるがアンチトロンビンの活性が低下していることで特徴を付けられる当初はアンチトロンビンのどの機能的活性が影響を受けるかによってタイプ2欠乏症を3つのサブグループに分類することが提唱されていた改定された分類システムでは タイプ2欠乏症は充実したタイプ2ポリエチレンに加え変異によって反応部位が影響を受けるタイプ 2RS ヘパリン欠乏部位が影響を受けるタイプ 2HBS の3つのサブグループへと分類されているプラズマコアギュレーションインヒビターズサブコミッティのメンバーによって収集が行われているアンチトロンビン変異データベースでは現在ではタイプ e アの症例は タイプ2ポリエチレン、タイプ IIB はタイプ 2RS、タイプワクはタイプ,プ 2HBS に分類されている。現在ではアンチトロンビンの遺伝的変異の特定は比較的容易である。しかしながら、現代的同定技術が利用されるようになる以前は、アンチトロンビンの変異にはトポニム、すなわち欠乏症患者の居住する町や都市の名称が変異の名称として利用されていた。 その後、現代的な変異動定によって、アンチトロンビンの多くのトポニムが実際には同一の遺伝的変異によるものであることが示された。例えば、アンチトロンビン富山は熊本、アミエン、ツアーズ、パリマイナス1、パリマイナス2、アルジェ、パズアマイナス2、バルセロナと同一の変異である。アンチトロンビンは、タンパク質製剤として利用されており、人結晶からの生成や、 組み換え生産が行われている。例えば、アトリンは遺伝子組み換えアギの入中に賛成される。アンチトロンビンは先天的アンチトロンビン欠防症患者の手術や出産前後の工業固薬として FDA の承認を受けている。アンチトロンビンは排血症において発出性血管内、凝固症候群などを低減させる研究が行われているが、重症排血症患者に対する 有効性は確認されていない。潜在型アンチトロンビン反応部位の切断は、トロンビンをトラップさせるが、切断された反応部位ループは結合したプロテアーゼと共に移動し、ループは β シート A の中央部に新たに6つ目のストランドを形成する。この反応部位ループの動きは、切断がなくとも誘導されることがあり、その結果構造は、 π-1 の生理的な潜在型コンフォメーションと同一となる。そのため、アンチトロンビンの反応 V ループが切断されていない状態でタンパク質の本体に取り込まれたコンフォメーションは潜在型アンチトロンビンと呼ばれる。π-1 とは対照的にアンチトロンビンのネイティブコンフォメーションから潜在型コンフォメーションへの変換は不可逆的である。 ネイティブ型のアンチトロンビンは加熱のみ、またはクエン酸存在下での加熱によって潜在型アンチトロンビンへと変換される。しかし極度の加熱がなくとも摂氏37度で血中を循環する。アンチトロンビンは24時間で10%が潜在型アンチトロンビンへと変換される。ネイティブ型のアンチトロンビンの立体構造は1994年に決定された。 予想外なことに、ヘテロに両体として結晶化した、タンパク質の一方の分子はネイティブ型、もう一方の分子は潜在型の構造であった。形成された潜在型アンチトロンビンは直ちにネイティブ型アンチトロンビン分子と結合して、ヘテロに両体を形成し、潜在型アンチトロンビンが分析的に検出可能となるのは、潜在型アンチトロンビンの濃度が全、 アンチトロンビンの50%を超えてからである。潜在型アンチトロンビンは、標的の血液凝固プロテアーゼに対して、不活性であるだけでなく、活性のあるネイティブ型アンチトロンビンとの二量体化も、ネイティブ型分子の不活性化につながる。アルファー、アンチトロンビンとは、対照的に、ヘパリン活性化ベータ、アンチトロンビンと、潜在型アンチトロンビンとの二量体化は安定なため、 潜在型アンチトロンビンの形成、またはその後の二両体形成によるアンチトロンビン活性の喪失の生理的影響は大きなものとなる。ネイティブ型から潜在型への変換の中間体となる形態のアンチトロンビンも単理されており、プレ潜在型アンチトロンビンと呼ばれている。血管申請は既存の血管から新たな血管が成長する生理的過程である。 正常な生理的条件下では、血管申請は緊密に調節されており、促進因子と抑制因子とのバランスによって制御されている。腫瘍の成長は血管申請に依存しており、腫瘍の成長時には腫瘍細胞は賛成する血管申請抑制因子の量を減少させるとともに、血管申請促進因子を持続的に賛成することが必要となる。切断型や、 潜在型のアンチトロンビンは血管申請と主要成長を強力に阻害することが動物モデルで示されている。ありがとうございます。